はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回は、アミレンクというちょっと変わった商品を紹介してみたいなと思います。アミリンクはですね、去年の12月から価格改定があって、今とても買いやすいお値段になっています。本体5980円。それと月額748円で利用できる見守りサービスになります。どういったものかというと、まあ、これをですね、まあ、主眼的な目的としては、お子様のリュックサック、ランドセルとかにつけておいていただいて、で、それで持ち歩くとですね、GPS で位置情報を取得して、その位置情報を常時接続している通信、モバイル通信で、スマートフォンの親御さんのスマートフォンに、アプリに位置情報を送るということをしてくれます。バッテリーはですね、5日間、最大5日間というふうになっています。ここに USB の Type-C の、充電口があるんですけども、ここから充電して、それで、まあ、学校に行って帰ってきて遊びに行って塾行ってというような動き方をすると大体5日間ぐらい持つような形のものになっています。で、もう一つこれおまけ機能というかついていて、音声でつながる。スマートフォンの方から8秒間のメッセージをこっちに送って、これで再生することができます。そして、ちょっとやってみましょうかね、簡単に。ここをまずプチって1回押して、まあ、ここ今メッセージ送ってないので、新着メッセージありませんようで、緑だと新着メッセージがありますよということになります。ここでボタンをダブルクリックします。4回目の送信テストです。これで送っているかどうか見てみます。はい、聞こえましたか？ここにね、スピーカーとマイクが入ってて、ここから、録音を して、スマートフォンにメッセージを送ったり、で、スマートフォンからメッセージ、送ったメッセージをここで聞いたりということができます。まあ、こういうふうにして聞けば聞けるかなっていう、ちょっとそんなに音量大きいものではないんですけども、通話ができるわけではないんですが、8秒間のメッセージを送ったりすることが、これができると。携帯電話ではないんですけど、メッセージの送受信ができるという機能もついています。そして、GPS で位置情報を取ってるんですけども、出発した時間、到着した時間というのも記録を取ってくれます。朝の、まあ、例えば7時半にうちを出たとすると、7時半に動き始めましたよという記録がスマートフォンに送られて、で、学校に着いたのが8時半だったら、8時半ですよという、あ、1時間もまあ通学にかからないか。8時半ですよというような、そういった記録まで取ってくれるようになっています。それと、さらに、そういう行動履歴ですね、1日のどういうふうに行ったのかっていう地図を出してくれて、それと、位置情報を送るときに、こちらに温度計も入っていて、温度も、分かるようにして、データの送受信をしてくれます。そして、電池持ちなんですけども、先ほど5日間というふうに言いましたけども、動きがなければ、これは全く電池を消耗しないそうです。このようにポトッと置いておいて、このままにしておくと、電池消耗しないというか、位置が動かない限りは、位置情報も取らないし、データ送信もしないということをしていて、で、これでこうやって持ち歩くと、その時に位置情報を初めて送信するということをやってます。なので、こうやって置きっぱなしにしておくとですね、1年ぐらい電池を持つということらしいのです。で、まあ、ちょっと買ってみて、私も、これ何買ったのかっていうとですね、車の盗難防止用にどうかなということで買ってみました。まあ、うちの車そんなに盗難に遭うような人気車なのかどうかっていう話は別にしておいて、これで動きがなければ1年間持つ。ということは車に乗せっぱなしにしておいて、いざ盗難に遭った時に電波を送り続けてくれるという使い方ができます。で、USB の Type-C の口があるので、車の、シガーライターから、バッテリーをこっちに充電しておけば、走行中に充電をしておいて、で、停車するとそのままずっと保持してくれるというふうな使い方ができるかなという形で買ってみました。購入した時はですね、今、5月8日までキャンペーンをやっていて、この本体の他に、シリコンケースを1個プレゼントしてくれます。1000円ぐらいするのかな、シリコンケース。すると、この専用のストラップ。これも付けて3点で送ってきてもらいました。で、まあ、スタートガイドと、保証書が付いているのと、あと本体が入ってきます。
で、このスタートアップガイドを読むとですね、大体の流れが分かるんですが、まあ最初は、スマートフォンにアプリを入れて、で、本体を充電しておいて、そして、セットアップしていくという流れになっていきます。タイプ C の USB タイプ C で充電ができるので、まあ普通に親御さんに持たす、親御さんが子供に持たせるのであれば、たまにランドセルから外して、たまにというか週に1回ぐらいですね、充電しておいてあげれば使い続けられるのかなと思います。で、アミューリンクという検索をかけると Google プレイでもすぐにアプリの方は見つかると思います。アプリ自体はこれ無料でインストールできます。そして、見守り端末登録として、こっちのですね、本体にですね、裏に QR コードが入ってますので、これを読み込ませることで、アプリと本体の連動ができるようになります。そしてこの見守り端末に名前を付けたり、それと、アイコンを自分で設定することができます。車の場合は車の画像とかもあるので、車の画像を設定することもできるし、お子さんだったらお子さんの顔っぽいもので、自分の、画像ファイルというのもこちら付けることができるので、スマートフォンで写真撮った撮影した写真やイラストを、ここの、アイコンに設定することもできます。そして、これその後が、肝心というか、そこまで本体とアプリの設定ができたら、あとはですね、ソネットの方でクレジットカードの登録をします。月額748円なんですけども、これで、毎月月払いで、利用料を払っていくという形になります。1ヶ月分先払いという形なので、先に払っちゃったら途中解約はできないんですけども、それで、クレジットカードの解除をして、もう使えませんよっていうふうにやれば、いつでもやめることができます。で、この月額の748円なんですけども、これ、お子さんが2人いらっしゃる場合、3人いらっしゃる場合は、その台数分、748円かける人数分が必要なんですが、お父さんとお母さん、あとおじいちゃん、おばあちゃん、親御さん方4人でこの1台を見ようっていう時は748円、これ1台分で、済みます。で、注意点はですね、あ、来月から夏休み入るから、じゃあちょっと利用停止しようかなっていうことができません。払い続けないといけないというか、途中解約するとそれ以降もうこの端末は使えなくなるので、再開するときには端末ごとまた買い替えなきゃいけないということになるので、そこはちょっと一点注意なところになります。で、これがまあシリコンケースですね。よいしょ。さすが専用型だけあって、はめてみるとぴったりになります。で、これをつけるとここのボタンの隙間とかボリュームキーの隙間とかも全部埋まるので、これはもう必須なのかなと。お子さんが多分ランドセルにつけて持ち歩くときはほとんどこれの存在を気にせずに遊びに行くと思いますので、これはちょっと必須でつけておいた方がいいかなと思います。色はピンクとブルーとグリーンの3色があって、まあグリーンというよりはグリーンはもうイエローに近い感じの色ですかね、というような色の設定で一つ選ぶことができます。ペット買うこともできます。サイズ感としてはまあこんなサイズなので、どれぐらいだろう、単三電池1本分のちょっと幅が広いぐらいという感じですかね。太さ的にはなんか単四電池ぐらいみたいな感じで、で重さも全然重くはないので、とても軽く持ち歩くことができると思います。で、私の場合は車で使おうと思っているので、車のダッシュボードに入れて、それで GPS の信号を取ってモバイル通信ができるのかどうかちょっと不安だったんで、買ってやってみないと分かんなかったんですけど、全然大丈夫でした。ダッシュボードに入れっぱなしでも位置情報はちゃんと取れるし、位置情報の通信もちゃんとしてくれています。すると、うちの車は 2室にですね、軽自動車ではあるんですけど、2室に市外ライターソケットがあって、まあ本来僕ここに入れようと思ってたんですけど、ここに、電源アダプターをつけて、で、USB の接続をしてしっぱなしにしておくと。こういうふうにしておくと、走行中はずっと充電をしておいて、車止める、停車すると、そのまま待機モードに入るということが自動でできるようになります。で、実際の、設置は、アンダーカバーを開いた下のところにですね、若干ちょっと
あの下に室があるので、その中に入れてこれで位置情報取れるかどうかっていうのも試してみたんですが、ここでも大丈夫でした。おそらくあのトランクルームとかあの車の中どこでもあのこれだったら大丈夫そうだと思います。で、私の駐車場が半地下というかですね、ちょっと屋根があるところで、あの空がしっかり見えないところなんですけども、それでも、これでも位置情報はちゃんと取れました。誤差はですね、かなり出て、あの100メートルぐらいの誤差は出てしまうんですけども、そんなにこれ位置情報正確なものでもないので、まあ、あの、ある程度これぐらいでわかるかなというところで使っています。すると、位置情報に関しては、あのスマートフォン側から設定をすることができて、頻度をどれぐらい1分に1回にするのか2分に1回にするのか6分に1回にするのか、それで位置精度の補正というのをするんですけども、要するにまあ電波が隠れちゃってて、うまく位置の補足ができない時に補正をするかどうかとか、あと基地局の情報っていうのは多分これあのモバイル基地、通信してるモバイル基地に位置情報があるので、あの GPS 取れない時はそこの位置を利用するかどうか、おそらく地下街とか地下鉄とかであの利用するような機能になると思うんですけども、まあ、これのオンオフというのもあるので、これも、オンにして使われるといいかなと思います。でこちらが実際にですね、購入して最初の日にドライブに行ってきた時の様子なんですが、これ4月9日の日ですね、高崎の方までドライブしに行ってきました。で東京の方にちょっと色がついてるのは、前日あの購入してて、あの会社から自宅まで持ち帰ったルートが、こうやって色づくように形になってるんですね。どこにあの長時間いたのかっていうのがあのグラフで可視化されるようになってる機能もついてます。で、行き先は私妙義山という、ご存知の方であれば、分かると思うんですけど、かなり山の中です。まあ、あのもちろん車が通れるぐらいなので、携帯電話の電波はあの全部ちゃんと入るようなところではあるんですけども、あの それぐらいのレベルだったらこうやって位置情報ちゃんと取ってくれているので、なかなか優秀じゃないかなと思います。であとは、帰りアウトレットに、プレミアムアウトレット、新しくあの深谷花園というのができたので行ってきたんですけど、まあ駐車場所もこうやって車に乗せっぱなしにしておくと分かるかなという、ちょっと副次的な使い方できるかなと思いました。で、まあ、そういう山の中でも使えるのと、これは今日ですね、今朝、あの、通勤の時に、電車の中で持ってくる時にやったものなんですけど、あ、そうそう、アイコンはね、自分で、あの、車の真正面からの写真撮って、ちょっと切り抜いて加工して、イラスト化して、それで、あの、使ってるんですけども、こうするとなんか車っぽくなりますよね。で、それと、下の、一番これ右の図を見ると、見守り端末再生っていうのがあって、これが先ほどの、音声メッセージ送信をしているところなんですけども、実際にちょっとここで、送ったりするのをちょっとやってみようかなと思います。よいしょ。まず最初に、こちらのスマートフォンアプリからアミューリンクの方にメッセージを送ってみようと思います。よいしょ。スマートフォンアプリの方でこうやってメッセージを送る画面があるので、ここでマイクボタンを押して話をします。8秒間のメッセージが送れます。はい、これはスマートフォンからアミューリンクにメッセージを送っています。8秒間のメッセージを送信することができます。はい、これで送信ボタンを押すと今送ってますね。はい、これで、アミューリンクの方に今のメッセージを送信することができました。で、アミリンクの方はですね、メッセージを受け取ると、ここの、ボタンをですね、プチって押したときに、よいしょ。通常はこうやって、2回、あの、白く点滅するんですけども、メッセージを受け取ると、緑の、あの、点灯になります。はい、メッセージ来ました。押してみます。4分かかったかな、送るのに。はい、こうして緑のランプが2回点灯しているときは新しいメッセージが来ているというふうになっています。ここで、真ん中のボタンをダブルクリックします。はい、これはスマートフォンからアミューリンクにメッセージを送っています。8秒間のメッセージを送信することができるということで、こちらから、スマートフォンからメッセージを受け取ることができました。今度は逆にこちらの
アミュリンクの方からスマートフォンにメッセージを送ってみようと思います。メッセージを送るときはこの真ん中ボタンを長押しです。長押しでピッっていう風になってから、そこから8秒間のメッセージを録音することができます。2回目のピッっていう音までが記録できます。やってみます。こちらはアミュリンクからスマートフォンへメッセージをテスト送信しています。8秒間のメッセージが送れます。これで、メッセージの録音をアミュリンクですることができて、そしてスマートフォンに送ることができました。スマートフォンの方は簡単にすぐ来るみたいですね。再生してみます。こちらはアミュリンクからスマートフォンへメッセージをテスト送信しています。8秒間のメッセージが送れます。ということで、メッセージの送受信をすることができました。アミュリンクとスマートフォン、通話はできないんですけども、こうして8秒間の録音メッセージをやり取りすることができるので、これでまあお子さんとの連絡ができるかなと思います。冷蔵庫の中にケーキ入ってるから、うちに帰ったら食べてね、はい、どうもありがとう、美味しくいただきましたよ、というようなやり取りがこれでできるわけです。さて、私の場合はですね、車の防犯用という形でこのアミューリンクを購入して、置いています。まあ、今だ置き始めて、2週間経たないぐらいなんですけども、置いてある時、車の中に車載してる時はもうバッテリーの減りほとんど全然やはりないので、その代わり更新もないんですけども、それなので1週間経ってもバッテリーの減りは一つもないというか、まあ、満タンの状態のまんまに見えます。ただ、今日通勤に、そのまま持ってきてみたんですけども、午前中だけでバッテリーが一つ減っていたので、やはり動きがあると、それなりに、電波送信もするし、バッテリーの減りも多いようです。なので、まあ、カタログで書いてある通りで、お子様にのランドセルにつけておくと、まあ、5日間ぐらいが限界なのかなというところ。逆に、車以外に、ロードバイクだったり、バイクだったりというものに仕込んでおくのであれば、盗難防止用だったらこれは動きがなければずっとそのまま置いておけるので、GPS 発信機としてかなり優秀な使い方がこれはできるんじゃないかなと思います。他にも、登山の時にこれ持ち歩いておくと、出発時間とか到着時間とかっていう、休憩挟んでる時間とかっていうのまで記録が取れるので、これを、まあお家の人に、見れるようにしておいてあげると、安否というか、まあ、どれぐらいのペースで登ってるのかなというのが見ることができるのかなと思います。その他、お仕事で、パソコンを持ち歩く必要があって、大事なパソコンでなくなったら困るなというものに、パソコンのバッグにこれ忍ばせておくと、そういうものを置くことができたり、旅行の時にスーツケースにこれを入れておけば、ロストバゲージの時に荷物の行方を、自分で見つけることがこれでできるかもしれません。あとやってみたいのは犬とか猫とか、首輪にこれをちょっとくくりつけておいてですね、特に猫ですね、どういったところ散歩してるのかなというのをこれで見ることができたらちょっと面白いかなとかって思います。まあ、ソニーさんはお子様の見守り用にという形で、販売をしていますけども、それ以外の目的にもこれは使えると思います。キャンペーン期間で5月の8日まで、5月の8日11時までは本体価格5980円のところを5480円で500円引き。そして、この1000円ぐらいするシリコンケース、3色のシリコンケースの中からどれか1つ、おまけにつけてもらうことができます。そして月額748円で、これらの機能が使えます。ゴールデンウィーク前に、手に入れて、旅行の時にちょっと試しに使ってみて、その後、お子さんなり、車載にして、GPS発信機として使ってみてはいかがでしょうか。ぜひゴールデンウィーク前にご検討になってみてください。今だけお得です。